フレデリック・ショパンが作曲したピアノのためのワルツであり、作曲者のワルツ作品の第一作である。当資番号を付けて、ワルツ第一番と表記される場合もあり、また CD や出版物によっては、華麗なる大ワルツと表記されることもある。作曲は1833年であり、翌1834年の夏に、シュルザンジェ社及びブライトコップウントヘルテル社から出版され、 ショパンの女性の弟子の一人、ローラ・オース・フォールに捧げられた。本来、ショパンは、ウィンナ・ワルツの表面的な、華やかさと一線を隠す作曲方針であり、キョウリ・ジェラゾバ・ボラの両親に宛てた手紙で、と記し、またしである、ユゼフ・エルスネルに宛てた手紙にも、と記しており、当時のウィーンの音楽や、出版事情について、不満を述べている。そのため、 本作品以前に作曲されたワルツはいずれも短く構成も簡単で舞踏音楽らしさはないが後発作家の常として華やかな曲奏で人気を得る必要があったため題名の華麗なる大演舞曲から納得されるように明瞭に実用的な舞踏曲として本作品を作曲した後にロシアの作曲家であるイーゴリストラビンスキーが1909年に セルゲーディア・ギリフによるバレエ、レシルフィードのために、還元落葉に編曲しており、他にもこのバレエのために、アレクサンドル・グレチャニノフや、ゴードン・ジェイコブ、ロイダ・ダグラス、ベンジャミン・ブリテンらが本作品を編曲している。編補調調、ビーボ、三部形式。曲調は華やかで荒々しく、勢いよとしており、演奏も、比較的変異ながら効果が高いが、接続曲風で、 全体的な統一感は薄い。華やかな変論のファンファーレの後に華麗な主題が始まる。全体としては5部に分かれており、第1部、第2部、第3部、第4部と新しい主題が現れ、第5部で最初の戦律に戻る。最後は4小節の助走を持つコーダとなり、曲を閉じる。ありがとうございます。